福島県伊達市柳川にあります伊達市柳川美術館の佐久間です。3月11日の震災では、ロビーに飾ってあった、風の修道女が、台から、倒れまして、壁を壊したり、あと作品がちょっと傷ついたりして、大変でした。で、作品も大きな作品が多いものですから、台から外れ落っこちそうになったり、あと台そのものがずれたりして、なかなか修復するのにはちょっと余震が多かったものですから大変でした。で、2週間ぐらいは休館してたんですが、作品を少しずつ元通りに、直したりして、3月の末頃から、常設展、ここの太田良平記念ホール常設展なんですが、そこを、オープンしております。で、今は普通にオープンしておりますが、美術館には2階に市民ギャラリーというところがありまして、市民の皆さん、サークルの方とかの発表の場となっております。で、震災があってからちょっと余震が多かったものですから、4月頃に予定されてた企画展もちょっと今状態では延期になっているような形です。ただ今余震も収まってきておりますので、2階で展示するのは可能になってます。で、6月の4日から、12日までなんですが、緑の写真展、福島緑化推進委員会で募集した、福島県の、各地区の緑の写真を展示いたします。もしよろしかったら緑の綺麗な季節になりましたので、美術館の方に足を運んでいただければ幸いです。美術館では、去年の12月に展示会をいたしまして、で、その時に、今回は、石膏像ですね、石膏像も一緒に展示してみましょうということで、ちょっと茶色く着色してあるんですが、これも石膏になっています。で、ガラスケースにそれぞれちょっと着色した石膏像も展示してありますので、これを機にそちらの方もご覧になっていただければ幸いです。で、美術館にはエレベーターがなかったんですが、今年度エレベーターも、つける予定になっております。ちょっとエレベーターを使える時期がちょっと今年度の何月になるかちょっとまだ未定なんですが、車椅子の方でも今度は2階の方に上がって、で、皆さんの作品を見てもらうことができると思いますので、それも楽しみに皆さんに来ていただければと思っております。職員一同お待ちしておりますので、ぜひこちらの方に足を運んでください。よろしくお願いいたします。